本日の BO1 お疲れちゃんです。ラットです。今回もですね、BO1 やっていくんですけど、今日は KK ですね。 KK1919 なんちゃら KK1921 と、まあプレバと一戦やりたいなと思いますんで、まあ、知ってる方は知ってると思うんですけど、この方は、まあ、枯渇がめちゃくちゃうまくて、あとはもう僕とめちゃくちゃ似てるって言われます。顔がもうめちゃくちゃ似てるって言われて、まあ、どっちが KK でどっちがラットみたいな感じで言われるくらいそっくりらしいです。はい、ということで、まあ、それはどうでもいいんですけど、これでいきます。これでいきます。ラバで、まあ、一応枯渇を意識して、まあ高回転のラバルです。よし、ということで返したいと思います。最近ちょっと調子いいんでね、ここで勝ちたいと思います。よし、まずは挨拶ですね。でラバがないんで、おー、ザップ、これガゴ咲いてしまうと、もしバルーン来た時にやばくて、バルキリー咲いたら陸もやばくて、あー、おいしい、これありがたい。ディガーザップ、いや、ディガーサーシー、おー、ネクロディガー、うわ、ダリ、あれっす、ジャイガゴガゴ、ジャイダクネガゴガゴみたいな、ここはポイズンでいい。いや、ヤナメでもよかったかな。いや、ヤナメは隠しておきましょう。ここのインドラをどうやって処理してくるかですね。多分対空がガゴムレガゴのダクネなんで、ここでガゴムレ咲かないか、さすがに。まあ、ここは逆サイですね。逆サイでラバルの形作って、まあ、ガゴムレ来たらヤナメ打って、でダクネにポイズンが理想。ここは一回ターゲット取った後にスケルトンで、よし、絶対俺がザップだと思ってる、ガゴムリ来る、絶対ガゴムリ来る、おいしい、いや、これは勝ったっしょ。で、このダクネはガゴで防衛して、よし、いや、待って、めっちゃ相性いい、ワンチャンが怖いですね。ダクネのディガーあるんで、あと486はどう削るかですね。ここ一回待って、一回ラバル勝手に作って左に大ダメージですね。これ今サード取りました。あのダクネはポイズンで、あ、これポイズンとヤナアメで、いや、ガガガもポイズンで処理できて、これめっちゃ美味しくね。さては、これ手前ヤナアメ打って、よいしょ、いや、でもやばい、ダクネが残ってるけど、いやー、もう余裕、よしいや、もう、これはでかい、いや、分かりやすいましたね。でも KK とは仲いいんで、いやー、結構こういうフレバトをするっていうのもあんまなくてですね。よし、いや、これはもう GG ですね。よし、いやー、気持ちいいな。もう本当にもうすごいいい相性でしたね。はい、というわけで今回はですね、KK1921選手と BO1 でした。よければチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバイ。